そうですね、名前がかっこいいと思って3日間とも来ました。あ、3日間とも、なんで3日間も。そうですね、1日目の対応がとても良かった、良くって、それで、はい、2日目、3日目と他に行くところもなかったので、友達に誘われたらとか、そういう感じだったんですけど、2日目、3日目はもう自分から誘うみたいな感じで行きました。ね、かっこいいなと思って、で、自分もオープンキャンパスのスタッフになりたいなって入学してから思って、夢を叶えましたね。ちょっと考えてたけど、決めてとなった、まあ、オープンキャンパスで学校に来てみて、学校の綺麗さと、あとは生徒さんの親しみやすさで決めました。情報社会学部で、経済学とか経営学とか社会学とか、あとパソコンのやつとか勉強してます。そう、パソコンとかやったら、今までExcel とかやったら細かい計算とかを一つ一つのを技術を使ってパッと一気にやったりとか、経済学とかやったら今ニュースでやってる経済のニュースとかが理解できるようになって楽しいです。自分が興味ある勉強を深められて、でたくさんの人とつながりが持てるところで、自分から行動しないと何もできないけど、自分で行動したら何でもできる場所だと思います。そう、自分のやりたいことを見つけて自分から行動するように、受け身じゃなくて積極的になれた部分やと思います。受験勉強大変やと思うんですけど、頑張ったら楽しい大学生活になってると思うんで、頑張ってください。友達に誘われてやろうかな、あの高校生とかと喋ったりあのするの結構好きなので、すごい楽しいです。やっぱ経験、でも受験経験したんで、そういうのを喋ったり、そういうのがなんかその高校生の力になったりするんかなみたいな感じで思ったら、話そうってなって楽しくなります。コミュ力コミュニケーション力が、高校から一人で来たんで、なんか人見知りっていうか、友達作らないとと思って、めっちゃなんか自分から話しかけたり、先輩とかとも結構喋ってコミュニケーション取れるようになりました。不安やったんですけど、すごいなんかキャンプとかもあって、すぐ仲良くなりました。友達ができました。もう大学は友達いないと楽しさ半減しちゃうかなって思います。で、本当にここの大学楽しいんで、受験勉強頑張って待ってます。大輝の顔になってるんで、受付の人がしっかりやらないとなと思ってます。気合入れてやってます。あの決められた時間割とかでなんかいやいや受けたりしたのもあったんですけど、大学は自分が受けたい授業を取ったりして、楽しい勉強とかもあるので、かなりそこがちゃうと思います。一日の流れは全て自分が作るんで、そういうのをしっかりしていったら充実した気になりますし、で自分で決めれるんで、やっぱ高校より学ぶ意欲とかもあって、充実した大学生活になってます。そうです。あ、でも僕も多分何も考えずに入ったので、それでも見つけれたんで、で多分誰でも見つけれると思います。入学したら、入学生の皆さんにはキャンプもあって、先輩とキャンプで交流する機会もあって、いろいろ 大学のこととか教えていただけるんで、うちが溶け込みやすい大学と思うんで、ぜひ皆さん来てください。今経済学を学んでます。あ、なんかすごい先輩方が親身に接してくれたので、僕もなんかこういう先輩になりたいなと思って憧れにしてまして、で今オープンキャンパスのスタッフしてます。やっぱりこう大経済のいいところを高校生の 方々に知ってもらいたいなっていうので、こう楽しんでもらえたらすごい僕的に嬉しいなっていうことで喜びにしてます。夢が一つ叶いました。大経済卒業したから、なんかすごい、なんていうんですかね、まあ、ちょっと、なんか、まあ、一つの顔になれるように、ちょっと、社会でも役立っていけるようになりたいなと思います。もともと1年生の頃からやってるのを知ってて、で、興味あったんですけども、その時には受付終わってて、で、今年はやるかなと思って、で、友達誘ってみて、一緒にやらへんか、で、やりました。そうですね、なんか、先輩っていう立場になるので、なんか難
昔の自分を見てるようで、ちょっと懐かしい部分もありつつ、でちょっとまあ来てくれる人とかもなんか楽しそうにしてくれる方が多いんで、すごいやりがいは感じますね。どうやったら喜んでもらえるみたいな感じだったんですけど、まあ、結構質問とかしてくれて、それに真剣に答えたら結構なんか分かってもらって、で、役立ちましたみたいな言われたんで、その部分がやってよかったなって思います。僕ら人間科学部っていう、なんかその専門的な分野を深く勉強するっていうよりかは、なんか浅く広い勉強なんで、その高校生からしたらその学部がなんか何の勉強すんのやろみたいな感じで不安 で、そういう質問が結構多いんですけど、まあ、そのことについて教えたら結構興味持ちましたとか、なんか行きたいと思いましたとか言われるんで、そういう部分が良かったなって思います。その友達できるかなとかめちゃめちゃ不安やったんですけど、もう行って先輩とも仲良くなれるし、その同じ学年でも仲良くなれるし、結構縦のつながりも人間科学もすごい大きくて、はい、そのキャンプが始まる前と終わった後ではもう雰囲気も全然違って、友達がやっぱりできるか不安やっていう子が多いんですけど、その終わった後はもう10人以上はみんな顔見知りというか、その学部自体が仲良くて、もうあれはあいつやみたいな、もう授業で見たらもう誰が誰やみたいな分かる感じになるんで、そのキャンプはとっても大切ですね。やっぱそうですね。でキャンプ終わった後もなんかこうまた班とかに分かれてグループワークみたいなのがあって、またそこでもあの時の思い出話だったりとかあるんで、もうそうですね、長く付き合える友達がたくさんできますね。これから入ってくる高校生の人も友達できるかとか、何勉強すればええやろうとか不安もあると思うんですけど、僕たち先輩が縦のつながりも横のつながりも広くサポートしていきたいので、よければ入ってください。僕たちが全力でサポートします。もう私3年やってるんですよ、この説明を。で、まあ、毎年毎年いかに参加者が高校生が分かってもらえるかっていうのを、自分が高校生の立場になって、分かりやすく説明を心がけています。そうですね、静かに、とても今回25分ちょっと時間の都合上喋ったんですけれども、25分も真剣に聞いてくれたんで、私自身とても嬉しかったです。こんなに300人以上の前で喋る機会ってなかなかないので、私自身もすごいそれが、なんて言うんでしょうか、励みにもなりますし、実際私自身のチャレンジ力といいますか、そういうのも身につくんで、とても有意義なオープンキャンパスのスタッフでした。高校の時よりも、まあ、この大学に入って発表する機会だったりプレゼンする機会っていうのがとても多いんで、自分自身がとても成長できたなっていう自信が持てました。やっぱりたくさんの人前で出ると緊張します。私も実際そうです。足が震えるとかありますけれども、まずはじゃあ少人数で20人ぐらいの前で喋るから、ちょっとずつチャレンジをしていって、その引っ込み思案な性格もその人に教えること、まあプレゼンすることによって、その自分自身がその成長できる機会だと思いますので、ぜひそこはチャレンジしてもらいたいなと思います。まあ、大阪経済大学に入っていただきますと、まあ、ゼミナールがとても盛んですので、さまざまな機会においてプレゼンテーション、人前に出るっていう機会が多いと思います。他の大学に比べると絶対多いです。ですのでそういうことが、まあ、就職活動とかにも生きたりしますので、そういうプレゼンテーションをしたいなって思う方、もちろん大学の勉強があってのプレゼンテーションですので、そういうことがしたいなっていう方はぜひ大阪経済大学に入っていただきたいです。